はい、次にご紹介をするのはデータを使う方法データを保存する方法についてです例えばゼロワークで何かを自動化を行う時に何かのデータを元にして自動化を行いたいとか あとは、ゼロワークで自動化を行って、特定のサイトからスクレーピングをしてきた、そのスクレーピングをしてきたデータをゼロワークに保存したい。集めたデータを保存する必要がありますよね。その保存先どうすればいいんだろうっていう場合に、こちらを見ていただきたいんです。二通りあります。例えば、データを使って自動化したい、データをどこかから保存したいという場合にですね、バリアボーツというのと、テーブルというこの二つがあります。 でこれは一時的なデータだと考えてください。まあ、変数という意味なんですけど、一時的なデータだと考えてください。例えば、どこかのウェブサイトからスクレービングをしますよね。 集めてきたデータを保存するわけですじゃあ保存する先どうしようという時に一時的なデータとして保存することもできますもしくは、えー、ちゃんとしたデータとして保存することもできますこの2つのオプションですここまではよろしいでしょうかちょっと説明が難しいところがありますがつまり、えー、一時的なデータの保管先あとは普通のデータの保管先として使うことができますじゃあまずですねこちらのバリアブルズという方から使っていきましょうかこのプラスの方を押しますプラスを押すと、えー、ここにですね入力項目が2つ出てき できま,すまずここにタイトルを自由に設定してくださいじゃあ一時的な保管先みたいなタイトルつけておきましょうかそして CreateVariable というところを押しますとこのタイトルで保管先ができます押しますねそうすると作った今作ったものがここに表示されますでさらにここで追加することができます例えば一時的な保管先2と名付けましたで保存しますねでこれを行うと何ができるのかというと実際にやってみましょうか例えば こちら私のブログです。じゃあ私のブログからタイトルとこの短い説明文をスクレープをしてみます。じゃあこのページの URL をコピーしてまずはページを開くためにオープンリンクを設置しますね。そしてページを開くためにここのアイコンを押して今コピーした URL を貼り付けます。で次にですね、じゃあ実際にスクレーピングをします。でスクレーピングをするにはセーブウェブエレメントです。で今回タイトルとあともう一つ説明文の二つをスクレーピングしたいのでこのに設定 します。じゃあこれをつなげますね。すごくシンプルです。 ページを開いてページの特定の場所のタイトルと説明文を保存するというたった3つのブロックで構成されている自動化ですじゃあこのタイトルの部分これですねでまずこのページのタイトルをスクレーピングしますどういう形式で保存するのということでテキスト形式ですいろいろ選べますがテキスト形式ですね次にこちらですとても大事です保存先はどこですかということで先ほど作ったバリアボーズ一時的なデータこれを選びますねそうすると、えー、ここで 2つあった中でどちらかから選択できますじゃあこちらの一時的な保管先の方を選びますね保存しました次にですねじゃあ、えー、この説明文もスクレーピングしたいと思いますじゃあ2つ目のこちらのセーブエ,ルエレメントのブロックを開いて説明文の CSS セレクターを入力します 保存の形式はテキスト形式で保存先です。これもバリアボーズの2つ目ですね。一時的な保管先2を選びます。はい。じゃあ実際にこれスクレーピングをしてみますね。実際に起動します。そうすると私のブログが開きますね。で、タイトルと説明文がスクレーピングされて終了します。で、この保存先として、今、 指定をしていたこの一時的な保管先と一時的な保管先2にタイトルと説明文の両方が保存されています。で、この一時的な保存先というところの特徴というのは、本当に一時的な保存先なんですよ。例えばだから、えー、そうですね、ちょっとこれを書き換えて。 このようにに1を2に全部書き換えますそうすると今度はこっちのタイトルと説明文じゃなくてこっちの2つ目のタイトルと説明文をスクレーピングするようになります。で、そうなるとどうなるかっていうところを見ていただきたいんです。ちなみに今ののデーータがこれですねフォーカス C ことについてのタイトルと説明文がががあるんですがこれがですすここれねのように2つ目のタイトルと説明文を保存して上書きされました上書きされたんですこれが一時的なデータと言われるゆえんですつまりは自動化を行って一時的な保存先として使うことはできるんですがまた自動化を行った時にその新しく取得したデータで上書きがされてしまうということなんですだから何か自動化を行う時の一時的な保存先として使うんだったらいいということですじゃあもう一つ言いましょう もう一つこっち、えー、テーブルですねこちらプラスを押しますそうすると新しくテーブルを追加することができますで、このテーブルというのはですね えー、さっきの、えー、バリアボーズとは違って一時的な保存先じゃなくてちゃんとした保存先ですつまり先のほどのように、えー、自動化を2回目行っても上書きされることはありませんじゃあここでオプションを押すといくつか選択肢が出てきます Google スプレッドシートから追加するというものと CSV ファイルをアップロードしてインデータをインポートするという方法とあとは自分で手動でデータテーブルを作るというこの3つですねで通常の場合はまあどれでもいいんですが 一番3つ目ですね。私は結構これを使うことが多くて、えー、自分で列の名前を設定するわけです。例えば、設定をしました。で、テーブルを追加します。あ、失礼、えー。このテーブルのタイトルですね。必要ですね。<laughs> じゃあ、これで作りますね。そうしたらば、今作った、えー、テーブルの名前がここに表示されます。 これを押すと、この2つの列で構成されたテーブルが作られます。タイトルと説明文ですね。じゃあ、こっちの今作った自動化、えー、セーブウェブエレメントの保存先を一時的な保存先から別の今作った保存先に変えます。ちゃんとした保存先に変更しましょう。これのタイトルに保存します。 で、こちら3つ目ですね。こちらも分かりますよね。えー、お察しの通り、ここも変えます。もちゃんとした保存先に変えてみましょうか。じゃあ、ここの2という数字も戻します。じゃあ、もう一回自動化を起動しますね。今度は、えー、この一時的な保存先じゃなくて、ちゃんとした保存先にここの部分ですね、保存されるはずです。ちょっと見ていてください。そうすると、えー、ブラウザウィンドウが立ち上がり、 このタイトルと説明文の2つがスクレーピングされて、ここに保存されます。開くと保存されてますね。じゃあ、ここからなんです。さっきの、えー、こちらの一時的な保存先、バリアボーズに保存したときは、データが上書きされちゃいましたよね。ここの部分をスクレーピングしたら、さっきここをスクレーピングしたデータが全部上書きされてしまいました。じゃあ、これをですね、えー、じゃあ、このように書き換えて、またテストしましょうか。違いをご覧いただくといいと思います。起動します。 そうするとブラウザウィンドウがこのように立ち上がり2つ目のタイトルと説明文がスクレーピングされて終了します。はい、こちらをご覧ください。ちゃんとした保存先にこのように。 データがちゃんと上書きささされれれずに追加てて保存されています最初に保存したデータ2回目に保存したデータというふうに、えー、上書きされることなく保存されているわけですねなので、えー、一時的にデータを保存するにはこちらのバリアボールズに保存してもいいんですだけども、えー、ここにここを使うとあくまでも一時的な保存先でしかないので上書きされちゃうんですねそれを避けるためにはこのテーブルを作ってちゃんとした保存をするということが望ましいですだからスクレーピングをする時にはこのテーブルを作ってできる限り スクレーピングをするということですね。で、この Variables っていうのは、えー、何か自動化の中で、まあ、今一時的に保存するだけでいいんだよって時は、この Variables 使うんですよ。そういう使い方ですね。で、個人的なおすすめとしては、まあ、最初のうちはこのテーブルを使って保存をしていくことを推奨します。はい。えー、じゃあ次の解説です。次に解説するのは Google スプレッドシートを使うということです。このプラスのアイコンを押しますね。そうすると新しくテーブルを追加できます。ここで先ほどは、 この三つ目を選びました。自分で手動で。 列を作ってそのデータをに保存するとかそのデータを使うということができるよということを解説しましたが今度はですねこちら Google スプレッドシートを使ってみようと思いますこちらを押すとですね Google シートのアカウントを選択することができますでこれはどういうことかというとですね自分の Google スプレッドシートのデータを用いて自動化を行うことができるんですでこの Google スプレッドシートがあるアカウントはどこですかということで指定することができますで最初はですね Google スプレッドシートで連携 Google アカウントと連携をする必要がありますで、そのためにはこちらを押していただくと、連携の設定をすることができます。表示されましたね。ここで新しくアカウントを追加することができます。このように、いくつか自分のアカウントが出てきましたが、この中で、えー、Google スプレッドシートを使うアカウントを選択して、連携をしていってください。で、そうしたらば、 こちらですねこの Google スプレッドシートでまずアカウントを連携したアカウントを選んでください。次に連携をしたい Google スプレッドシートのリンクをここに入力してください。今回これを使ってみようと思います。ちょっとまずその前に、えー、タイトルとワークシート名、えー、失礼シート名を設定しますね。じゃあテストという名前で設定しました。じゃあこの2つの列を作りました。あとはシート名ですね。複数作ってもいいんですが、まあ、じゃあ今回シート1これ。 このように設定しました。では、この今作ったスプレッドシートを URL をコピーします。そしてゼロワークに戻り、このシートのリンクを貼り付けます。自動的に読み込まれます。読み込まれて、 ここでテストというタイトルで読み込まれてますね。このテストというタイトルはこのシートのタイトルですね。そして、えー、ここからシートを選択します。えー、このように今3つ作りました。その中のどれを使いますかということです。じゃあこの1つ目を使いますね。そしてテーブル追加します。そうすると左のこのテーブルの中に Google スプレッドシートのアイコンとタイトル保存されてますね。ここを押すとスプレッドシートが開きます。はい、じゃあこのスプレッドシートを使って自動化をやってみましょうか。 じゃあまた今回も同じように、えー、私のブログの記事のタイトルと説明文を保存するってことをやってみようと思います。じゃあ今回はもう少し一手間加えてリピートを加えますね。はい、このように設定します。で、えっ、ー、と、何回繰り返しますかということでスタンダードでじゃあ 5, 5回繰り返しますと指定します。で、タイトルと説明文それぞれ保存する自動化を作っていきましょう。この1のところを このループで置き換えます。この構文ですね。で、えー、ここで見ていただきたいんです。保存先です。保存先。今作ったスプレッドシートに保存するという風に指定できます。じゃあ、どの列に保存しますかタイトルという列に保存しますか説明というところに保存しますかはい、タイトルに保存しますと指定できます。で、次、こちらですね。二つ目。今度は説明文のところを保存しようと思うので、えー、この説明文ですね。じゃあ、この説明文を保存します。ここにセレクター入れて、じゃあ、この1のところを ループに置き換えますでえ保存形式はテキストで、えー、保存先はこのスプレッドシート内の 今度は、えー、こちらの説明文ディスクリプションというところに保存をします、はいえー、では実際に作った自動化をご覧いただければと思います今回は、えー、合計5回繰り返しますよという設定をします5回,5回5回繰り返しますよ何を繰り返しするんですかタイトルを5回保存する、えー、説明文を5回保存するこれをですねこの動作を5回繰り返しますよというリピートを入れてますなのでこのページ内のタイトル説明文をここ ここ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 と、この5つ保存するように設定します。では、ご覧ください。実際に起動します。 そうしたらば、えー、ゼロワークのブラウザウィンドウが立ち上がり、タイトルと説明文がそれぞれ保存されて終了します。で、こちらの Google スプレッドシートに今、収集したデータが保存されています。押しますね。そうすると、このようにタイトル、説明文が両方とも保存されています。で、今、保存するということを自動化しましたが、このデータを使うこともできます。例えば、今は、えー、私のブログを開いて、えー、それぞれのタイトルと説明文を保存するという自動化を作りましたが、ちょっと作り変えましょうか。 では今回は えー、このブログの中で検索をするという自動化を作ってみようと思いますサーチというここのボタンを押すと検索欄が開いてテキストを入力してここを押すことで検索が行われますで検索ができるわけですねなのでじゃあ試しに今回はそれぞれのタイトルを検索するという自動化を作ってみましょうかでこの Google スプレッドシート内にあるデータを用いて検索を行うことができるんですじゃあ、えー、構造としては先ほど説明した流れなのでまずはページの右上を 押してそしてテキストを、えー、挿入してあとは、えー、エンターボタンを押すってもいいですね、えー、キーボードアクションでエンターを押すっていう動作を行いますじゃあこれをですねやってみましょうか これを組み立てます流れをリピートとクリックウェブエレメントをつなげてインサートテキストはデータをつなげてそして3つ目のキーボードアクションをつなげますでえクリックウェブエレメントでこの右上のこのボタンを押す虫眼鏡のアイコンを押すという指定をしますじゃあコピー CS セレクターでここを指定しましたでクリックする場所はここですよとで次におっと違いますねここはこうですね こうです逆ですリピートにはルールがあ,るありますからねこのデータを使う直前にリピートを設定しなくちゃいけないんですよここなんですテキストの Google スプレッドシートのデータを今回は使うので、えー、とまたまずはちょっと CSS を設定しましょうかでここでこの,説明この検索フォームの検索エリアの CSS セレクターここに入力しますで、えー、ここ Enter ボタンを押して検索をするので エンターですね。じゃあ、ここから簡単な流れは作りました。あとは、もう一回ここにクリックウェブエレメントを入れる必要がありますね。ちょっとこれちゃんと説明しますので、今わかんないよって方も安心してください。はい。まず、私のブログを開きます。で、右上をクリックします。えー、ここをクリックして、ここからリピートが始まります。この Google スプレッドシートのタイトルをここに入力して検索をする。で、検索をしてまた虫眼鏡のアイコンをして、 こののタイトルの2つ目をを入力してて検索をするっていうこういう繰り返しをここで設定しています。じゃあまずですね、スタートリピートここで今は数字を入れてるんですが、スタンダードからダイナミックを選びます。で、テーブルを選択します。 でこれ先ほど作ったスプレッドシートの、えー、項目を押しますねリピート回数などを指定できるんですがこれはそのまま何もせずに保存しますね次ですここですインサートテキストオ o r d タここを開いてエンターコンテンツここのところを入力します右上の T というここを押すとですね、えー、この Google スプレッドシートやテーブルのデータを用いることができますここを押すとこの中でタイトルと説明文のどっちを使いますかと出てくる で、じゃタイトルと指定します。そうすると、エンターコンテンツの中に、えー、このように入りました。 これは、この Google スプレッドシートのこのタイトルの部分を順番に使いますよっていうことを示しているんです。じゃあ実際にちょっとこれどんな自動化ができるかご覧ください。では行きましょう。えー、実際に始めます。そうすると、先ほどスクレーピングしたタイトルを使って検索を行います。はい、検索をして、はい、検索をして、このようにですね、先ほどの Google スプレッドシートのタイトルを使って、えー、検索をすることはできるわけです。つまり、スプレッドシートにデータを保存することも、スプレッドシートのデータ を用いることもできるということですこれはテーブルでも同じです他のテーブルの形式でも同じですねこの3つあるどれでもできますはいこんな感じですそしてあとはですね CSV ファイルのインポートもできますプラスをして新しいテーブルを追加でオプションから今度はインポートデータ from CSV を押しますね アップロード CSV を押すと自分のデバイス内から CSV ファイルをインポートすることができますじゃあこれをイン,プートインポートしてみましょうかそうして、えー、テーブルに追加するわけですねそうすると CSV ファイルの内容をこのようにインポートすることができますでこのデータを用いて自動化を行うこともできますしまたこの CSV ファイルに、えー、保存するということもできますで今回は4つ形式をご紹介しました1つはバリアポーズ一時的なデータの保管先そして2つ目に手動で データの保管先を作るということと Google スペレットシートを使うということと CSV ファイルを使うというこの3つですねこれは自動化をゼロワークで行っていく上で必ず使っていく、えー、データの扱い方になりますなのでぜひですね、えー、この部分に関しては実践で使ってみていただきたいと思います